皆さんこんにちは。今回はコメントでマヨラーのためのパンとありましたので、マヨポテツナパンを作ります。まずは生地練りです。ここはいつも通りです。硬さは普通くらい。時間は8分ほど練っています。生地が練り上がったら1次発酵になります。30度で60分発酵させます。1次発酵中にフィリングの作成になります。まずじゃがいもを細かく切ってレンジで孵化します。600ワットで様子を見ながら孵化してください。撮影を省略していますが、ツナ缶は油を少し切っておいてください。またミックスベジタブルは熱湯をかけて水気を切って用意しておいてください。じゃがいもが蒸せたらヘラなどで潰します。ある程度潰せたらツナ、ミックスベジタブルを混ぜていきます。さっくりと混ぜたら塩、胡椒、マヨネーズを入れて和えてください。一応分量は表示しましたが、このあたりはお好みですので、好きな味付けにしてください。フィリングが終わったら次は生地に戻ります。一次発酵が終わった生地をガス抜きをして6分割します。そのまま丸め直してベンチタイムに入ります。時間は15分です。ベンチタイムが終わったら生地を広げてフィリングを包みます。特に注意点はありませんが、あまり欲張って多く入れないようにするとうまくいきます。フィリングを包んだら2次発酵になります。30度で25分発酵させます。2次発酵が終わったら生地の表面に卵を塗ります。卵が塗り終わったら次は切り込みを入れてください。切り込みが入れられたらマヨネーズを適量絞ります。ここまでできたら後は焼くだけです。190度で13分焼いてください。